こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。ごめんなさい、この今撮ってて気づいたけど完全にオフモードの服装でした。はい、ちょっともうちょっと身だしなみ整えてきます。はい、もしね、ちょっとね、5月のクエストダンジョンレベル8コテチーム、もしかしたらね、その十字が僕みたいにちょっと苦手で、ちょっと扱いづらいな、かなっていう方用に、一応、もしね、需要があれば、と思って、一定層の方には需要がもしかしたらあるんじゃないかなと思って、今からカメラ回してるか、というか、動画撮ってます。はい。チームコテ、リーダース、ミルなんですけど、ミルのリーダースキルが、回復の5個を十字消しでダメージを激減、4コンボ加算、光属性の攻撃力が20倍、回復力が2倍、操作時間が5秒延長、ということででしてね、ちょっと癖のあるリーダーなんで、であと追い打ちがないとか、自分で組まなあかん、なおかつ回復十字も組まなあかんとかいうところで、割とサクッとね、簡単に、組める、タッチ回りとか、もう僕、アカウントめちゃくちゃ持ってるんで、はい。で、この、実はカツ丼大好きデブさんってアカウントは、僕が隠し持ってる、自前でブレンドさん用意するような、無課金アカウントなんですけど、はい。アカウントだけはめちゃくちゃ持ってるんで、そちらでね、どうせ生ちょっと、ちょっとね、解説しながら、立ち回り解説とかしながら、まあ、クリアしていきたいと思います。それでは、挑戦する。はいはい。でここに、ルーレット一応もう固定なんですよ。ルーレット一応固定なんで、で、まずはこのミル使ってください。このミル使ってください。ミル使って、これが一番光を手っ取り早くいっぱい作れるんで、で、この左端に、まずはその、十字、追撃を作ってあげると。で、時間も伸びてるんでめちゃくちゃ余裕あるんですよね。で、ここに十字を作ってあげる。はい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 。これでもう倒せます。はい、オッケー。これで結構その無効貫通組みたいときは、一番左に回復盾追撃、その横に無効貫通ルーレットを合わせて、で、そのこっちが、右下側に、回復十字っていうのが結構組みやすいですね、僕的には。で、ここ吸収なんで、この、ブラッディーフィールド使ってあげて、はい。で、盤面伸ばしてあげると。ここはね、回復十字はどっちでもいいんですけど、まあ、組んどくかも組みやすいんで。で、もうね、四つ消しとか、もう何でもいいっすわ、もうほんまに、あっさり抜けるの、めちゃくちゃ柔らかいんで。危ね。はいはいはい。これでダメージ吸収はこれでもう一撃と腫れてきましたね。ちょっと、はい、これ覚醒無効送るんですけど、覚醒無効はこの花嫁サツキ、ジューンブライドサツキなんですけど、ジューンブライドのサツキを使ってあげて、でここで追撃を忘れずに組むんですけど、ここもね、回復十字いらないんですよ。なんならもう光の回復十字っていうか、その、追撃、光 L 字ぐらいでもう全然十分っす。ほい。で、次が、ベルゼブブなんですよ。ここで毒どうせされるんで、で、ダメージも先生も言いたくないんで、ここで、この、まあ、クロノマギアバージョンのミルを使ってあげますと。次がね、確かね、先生が割と来るんで、ここは回復十字必須なんですよね。なんでまあ、こんなとこで作っちゃうかっていうのは謎なんですけど。はい。で、ここは追撃ないんで、こんな感じでいいか。で、10コンボ行くと。はいはい。ごめんなさい、先生来ませんでしたね。先生来ませんでした。で、ここで指を奪われるんですけど、もう片方のミルが残ってるんで、ここで指を伸ばしてあげると。
で、ここが、7コンボが9種なんで、G 前で7コンボ組むよりか、回復、10錠作ったら簡単なんで、ここは回復10錠組んでいくと。で、あと特に僕今、向こう貫通がたまたま組みやすかったんで、組んでるんですけど、全然組まなくていいっす。あ、危ねえ。よし、こんなもんで。あ、無効貫通は組まなあかんねん。無効貫通は組まなあかんねん。ごめんなさい。無効貫通は必須でしたね。はい。で、ここで、はい。ゼウスバースなんですけど、ここね、案外ね、別に速攻決めてもいいんですけど、一旦待つことによってね、結構めちゃくちゃ安定性が増すんで、僕的になんですけど、あくまで、これは、持論です。でも回復十字だけでね、もういいんですよ、ここ。ここ軽減貼るだけで、ちょっと一旦やり過ごしてあげると、ここまでワンパンした場合なんですけど、で、こう耐えれると。で、このパイモンを使って、パイモンのスキルが、光と回復を6個ずつなんですけど、結構作るんですよね。で、この5、6番目の状態で6個作ってあげて、で、こっちからこう7、6にしてあげて、で、そっから、このさらにミルが返ってくるんで、これで結構組みやすくなるんですよね、僕個人的に。んで、そこで、あと追撃を、まあ、どっちが組みやすい方で組んであげて、まあ、ここで閉じてあげて、光の数は大量にあるんで。で、あとは、こんな感じで、十分ですね。はい、はい、無効貫通組みてね。オッケー。これで、もうワンパンですね。はい。オッケー。はい。どうですかね。需要はありますかね。まあ、せっかくなんで石や、回ってきましょうか。もしね、もう本当に、今からね、最近パズドラ始められた方、いらっしゃいましたら、ぜひね、この、固定チームって癖がある、ね、編成で挑まされることが多いんで、もしね、需要があれば引き続き毎月ね、この固定ダンジョンの、解説というか、立ち回り動画も出していければなと思うんで、ぜひね、需要あったよとかいうコメントいただけると嬉しいです。それではね、最後にね、スーパーゴッドS、なんたってこれ貸し出し用なんで、フレンドを自前で用意するようなんで、そちらを引いてお別れしたいと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。はい。カツ丼大好きデブさんでございます。決して、誰かを、煽ってるとかではございません。適当につけた名前でございます。いや、それ、ちょっと、マジで動画用のアカウントでちょうだい。